チチーす、ジョニくんだー。というわけでな、今日もな、来てもうた、今年も来てもうた、2023年度もな、山椒をな、取りに行こう思うとるには卵やね。卵取りに行こう思うとるけどな、この山の中来るだけでな、熱さスタミナ消耗するんよ。今日はできるだけな、字幕とかな、なんか、こう、BGM なしで来てよ思うとるわ、編集やね。で、何やるか言ったら、あれやね、まずは山椒を絶対な、水がなくなるようなな、なんかすぐもう死んでもいいようなとこ産んどるんよ。そうか、それを助けてもうて、で、わしんとこで、ため息みたいなの作ってもうて、そこで話してもうて、で、棒振られて餌あげるやろう。で、孵化して、あとは外に逃がしてあげるって作業をな、やろう思とるんよ。絶対な、もう生まれた瞬間赤くなるとこ産んどるんよ。多分そうやって。だからこの、山の中来てるんよ。あともう一個言ってもらうと、あれやね、オオサンショウってあるやろ。オオサンショウは、飼育するだけにも許可いるんよ。飼育するだけでも許可いる感じだけど、わしがやっとる東京山椒は、まあ大体いらんのよ。実際に規模はオッケーなんよ。大体取ってオッケーやけど、実際に言ってはあれなんよ。取ったらあかんとこもある感じだから、注意したってな。実際すぐその辺のなんか会長とかに、な、あれ、なんやろ、連絡取ってみればわかるんよ。いうわけで、取り行こうか。レッツゴー。でな、早速見たってこれやね。これ、油浮いとるよ。油浮いとるよ、これ今。山椒の卵、これ。何のギャグな、もう水から出とるやん。あかんかな、この卵。助けてあげな。これ、死んどるんかな。これをな、捕獲してな、ゲットやで、助けてあげようか。連れて帰ろうか。ゲットやね。よいしょ。あ、生きとる？いい感じやね。よーし。やっほー。ってわけでな、取れた卵の数、なんと、11個やった。いつもな、13個以上取れる感じなんよ。でも11個、なんか、少ない感じやね。少ない感じやけど、ワンちゃんわしより先に来て誰か取ってくれとったら、なんか、生存確率伸びるわけやんか。誰か取ってくれとったら、な、それから、生き延びたって思ってまうわ。あそこも昨日雨降ってもうて、明日のもう夕方には水なくなってまうわけやから、生まれてもこれあかんわけやから、まあ、生存確率伸ばしてあげたいよな、思ってまうわ。な。バキューン！ってわけでな、おつやね、これからわしなんやろ。山椒が生きれる環境づくりせなあかんわけやけど、毎年な、言うとるけどこれだけは言わしちゃって、山椒をよう取る人がな、なんかレイアウトとかな、自然に近い環境でとかな、取らんといてとか言うとる人おるかもしれへんけど、レイアウトとか関係ないんやでって、それだけは言わしちゃって。もう、山椒を飼ったらな、ペットなわけやんか。で、人間のおるとこで育つわけやから、それから例えば、犬飼っとって、犬は昔狼やったから、こう大自然みたいにな、部屋の中に土、な、生やしてな、木生やしてな、なんてやらんやろ。犬とかな。もうペットやから、ほいって餌あげたら、はいってな、食った方がな、なんか楽なわけやんか。育てられるわけやんか。山椒をもう鳴らしてもうて、ペットやから、もう自然に、この山椒たちは、あれ自然に返すんやけど、みんなが部屋で飼ってる山椒は、自然に飼えることがないわけやから、もう、ほいって餌あげたら、ほいって食う方がええんやでって。それから自然の環境なんかにする必要ないんよ。自然の中に、部屋の中におるに、自然の中におるんちゃうくて、もうペットやから。ペットやからもう手に乗ってもう懐くぐらいにした方がいいんよ。いうことをな、言わしちゃって結構な、間違えた情報が出とる。な。っていうのをな、言いたかったよ。ほな、作り行こうか。レッツゴー！っていうわけでな、できたわ。まあ、あそこにおったらな、ホタルの幼虫さんにも食われてまう感じやし、な、ここでわしが、ボウフラメッサ入れてまうから、ボウフラ食って大きくなってもうて、でな、こっから逃げて、外で生きてもうて、って思っとるよ。いうわけでな、最後まで見てくれたおきに、よかったら、チャンネル登録、高評価よろしく頼ます。で、みんなもな、ジョニコンさんと一緒に、東京山椒お仲間、なろや。ほな、あったかくして、寝るんやで。チーズ！